どっかの仕事で誰ともなんか話さないでずっと。それ本当なんですか？いや、ガチよ、ガチ。今結構普通にもう、誰とも話してないですよ、ほとんど。え、どういうこと？無理しないタイプね。無理しないっす。話しかけてきたら話し返すけど、自分から話しかけないっす、めっちゃ。外国人のチームメイトや首脳陣との円滑なコミュニケーションを取るために心をつけていることはありますかって。いや、円滑なコミュニケーション取れてないっす。ゲーっぽいな。結果出すしかないと思ってます。実力ねじ伏せるか勉強するか。この時間で伊藤選手とのエピソード。なんだろうな。でも俺結構レースの時コミショって聞いてたんですよ、ジュニア。でも代表入ってるとすげえみんなと普通に喋ってるし。あのね、治ったのよ。全然そんな感じしないな。治った？治るとかあるんですか？治ったというか、コミュニケーション取るようになった、本当に。最初やばかったからね、本当に。人見知りなのよ。ああ、来た。そうなんですね。急に。この間に J の悪口すげえ言ってたもん、俺ら、今。いや、なんか人見知りで陰キャとは聞こえたわ。いや、陰キャとは言ってない。それは、それは、ちょっとレーソル始め入ってから、コミュニケーション取るようになったよね、本当に。でも最初は、あれだよ。ロッカーの、その、ロッカーの仕事で誰ともなんか話さないで、ずっと。それ本当なんですか？いやいや、ガチよ、ガチ。ガチ。本当に。どんだけ持って漫画読んでます。俺どんだけ引っ張り出したかこいつのこと。確かに。よく言われます。最初そうっすね。全然今はそんな感じはないけどね。だから、うん、ね、でもそれこそチーム今は結構普通にもう誰とも話してないですよ、ほとんど。え、どういうこと？チームメイト全然話してないです。ああ、そういうこと？なるほどね。まあでも多少は話しますけど、そんなないですね、コミュニケーション取るとかあんまり。無理しないタイプね。無理しないです。話しかけてきたら話し返すけど、自分から話しかけないです、絶対。なるほどね、これもタイプあるよね、絶対。うん。じゃあ、いつも通りの伊藤ジュニアってことでいいんじゃ。今、完全いつも通りです。あー、もうヒロキ寝ちゃってるよ。また電波。相当面白い顔の状態で止まってるからね。フランスマジあるあるですからね、あの人。これあの人結構自分から電話かけてきて電波ありすぎてそのまま切るから。これはシャメ取っときたいレベルだね。やばいっしょ。ちょっと、酒井選手、電波悪いっす。鬼電波悪いよ、酒井くん。帰ってきた。ひろき、さっきの固まってた写真撮っといたわ。いや、マジ申し訳ない。固まってたぞ。今日止まるな。マルセイ、電波悪いんだよな。これちょっと被っちゃうとこあるかもしれないんだけど、はい、外国人のチームメイトや、首脳陣との円滑なコミュニケーションを取るために心をつけていることはありますかって。いや、円滑なコミュニケーション取れてないっす。ゲーっぽいな。でも、うん、なんだかんだやっぱ結果出せばチームメイトも監督もめっちゃなんか OK みたいな感じなんで、うんうんうん、結局多分結果とか出してなかったら なんだこいつみたいになるけど、うん、すげえ実力社会だなみたいな感じしますね、海外は。あ、なるほどね。あ、すごいな、うん、それは、それはあるよね、うん、監督とかもすげえ気遣ってくれるし、使えないって思われたらやっぱそんなそういうのもなくなると思うし、結果で
コミュニケーションを結果でねじ伏せるタイプね。はい。つえ。無理なコミュニケーション取らなくてもやっぱり結果で示していくしかないなって思う。これで結果出さなかったら俺もうただの喋らない、コミュニケーション取りにくい、使えない選手みたいになっちゃったら。あと金髪ね。あと金髪。だからもう本当に結果出すしかないと思ってます。ああ、うん、いいね。逆に、うん、それだけっすね。無理にコミュニケーション取ろうとして、ね、与えてる感じだね。そうっすね。うん、うん、まあでも今の監督結構気にしてくれて、怪我のこととかもめっちゃ話しかけてくるんで、まあ俺はいつも OK OK って言ってますけど。OK とゴールとアシストで OK だと。そうっす。でも本当監督もそんな感じです。もう結果出してくれみたいな、結果出してくれれば何でもいいよみたいな感じです。なるほどね。まあ外人枠だからね。確かに。そうっすね。それが一番大事だよね。うん。ということで、コミュニケーションはねじ伏せるらしいです。実力で。そうですね。実力でねじ伏せるしかないですね。もう本当に。それかもう勉強するしかないですね。似た。確かにどっちかよね。実力ねじ伏せるか勉強するか。はい。で、どっち、どっちなんだっけ。俺は実力っすね。勉強苦手なんで。ねじ伏せるタイプね。はい。いいね。全然喋れないっすね。それもそれでなんか面白い話だよね、これ。うん。でもやっぱ酒井くんとかやっぱすごいよね、喋れるし。おい、喋れねえ。喋れるんだって言われてるよ。結構喋れるんだって言われるからね。いや喋れるじゃん、フランス語。いや喋れるじゃん。いや本当に俺喋れないから。いや分かるよ、もちろん。なんか理解はまあ私はできるけど、でもすごい言われるよ、記者の人とから。いつフランス語で会見をするんだ。いやいや俺も言われるわ、オランダ語いけるみたいに言われる。いやオラ英語無理なのにオランダ語いけるわけないでしょ。じゃあ結果で言うとヒロキもねじ伏せるタイプってことでいいですか。俺もだからもうそういうふうに言葉ができないとかいうふうに言われたら、もう自分の存在感がなくなってるんだなっていうふうに。確かにそうですね。言葉、コミュニケーション取れないから使わないとか、そういうのを言われたらもう実力ですよね。あれはもう遠回しに使えないって言われてるだけなんで。そうだよね。うん、理由を探されてるだけだから。ね、うん。ああ、なるほど。俺はね、俺はそういうタイプ。うん。まあ、ジュエもそうだけど、でももちろん言葉でさ、いっぱい喋れて、コミュニケーション取ってっていうタイプもいるし。うん。まあね、それが別に。それはいろんなタイプだね。どっちが悪いっていうことはないもん。うん、いいよね。確かに。でサッカーになっちゃえば関係ないですね。普段はあれですけど。これスピード系の筋肉とパワー系の筋肉は違うと聞きますが、トレーニングの配分は違うものですか。どうなんですかね。でもあんまり重いのはやんないようにしてますね、俺は。うん。自分に合ったものを探そうと。結局自分に合ったもの、ね。これで重くなって、スピードを失ったら一番地獄だから。うん。今のスピードを生かしつつ、パワーアップできたらいいなと思う感じですかね。うん。でもやっぱその武器の把握っていうところを J はすごく。ね、うん、大事ですよね。思うけど、うん、自分をこう理解できてるよね、めちゃくちゃ。そうですね。で最初ゲンク来た時にめっちゃ重り持たされてやらされたんですよ。でもそれフィジコと話し合って、俺だけそういうメニューなくしてもらいました。ああなるほどね。最初だからちょっと喧嘩みたいな感じになりました。
うんうん、それでもやっぱそれは俺にとって大事だからっていうのを伝えたってこと。そうそうそう、でも伝えたら伝わりましたね。おお、コミュニケーション取ってるじゃん。確かに。いや、それだけは本当に嫌だったんですよ、バカやらされたの。なるほどね。これやばいマッチョになってしまうと思って、うん、あれやりすぎたら。胸筋はつけたくありません、伊藤です。うん、まあ腕立てぐらいはしますよ、体幹意識しながら。あー、なるほどね。まあ自重だもんね、それは。自重ぐらいは普通にありますけど、うん、ね、今日はお疲れ様です。1日伊藤ゲストの伊藤選手のお話を聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。オーケー、ありがとうね。はい、ありがとう。ひろき、じゃあね、また。すいません、みんなありがとうございました。ありがとうございました。サッカーを取ったら人としてどんな人間なのかとかっていうところって、案外そのサッカーと関係なさそうに見えてすごい関係があるんだなっていうか、人間的成長みたいな、心がサッカー選手としての成長にもつながるみたいなことを気づいたのが大学時代だったので、うまくいくか分かんないけど一か八かみたいなところはあんまなんか自分にはなくて、根拠のない自信はない。